織田信行。織田信行は、戦国時代の終わりの武将。同時代史料に見える意味名は、信行ではなく、信勝、達成、道成、信成である。父は、織田壇上中華の織田信秀、母は土田御前で、戦国大名の織田信長の同母弟である。信行は、父の信秀の生前から、終わり国内に、反物、公的文書の一種を発給するなど、 一定の統治権を有した。信秀の死後は末森上主となって、兄の信長と尾張の支配権をめぐって争い、初期の信長の統治にとって大きな脅威となった。一時は信長に代わって、男女中華の党首を名乗ったが、稲尾の戦いで敗北し、その後、信長に暴殺された。信行の人物像について、詳細は伝わらないが、信秀の葬儀において、 信長が卑怯な行動をとった一方で、信行は礼儀に則っ,った振る舞いをしたという逸話がよく知られている。また、白山を信仰していたとされ、高狩りの名手であったという。この人物は、基本資料の一つである、信長後期においては、一貫して、勘十郎という通称で記されている。 漢十郎なる人物の実名は、江戸時代の織田形図などの形図類では、信用王と記され、一般的にも信用王として知られる。しかし、信頼性の高い同時代資料では、信用王という名を確認することはできない。昭和44年、1969年、荒井菊夫は、顔や通称、文書内容を検討して、 勘十郎信勝として一時資料に残る人物が天文二十三年五百五十四年に勘十郎達成として文書に見える人物と同一人であると明らかにした。さらに達成について工事三年五百五十七年に武蔵守信成として文書を発給している人物とも同一人物であると否定した。そしてこの人物が後に 信境と解明したと主張している。勘十郎イコール、信勝イコール、達成イコール、信成であることは、その後の研究者も踏襲している。つまり、勘十郎について一時資料で確認できる実名は、信勝、達成、信成の三通りのみである。なお、勘十郎が実名を、信勝から、達成に、その後に、信成と変更した背景には、終わりしご題。 小田山と守る家の存在や稲尾の戦いにおける敗北といった理由があったとされる。口日、このような事情から近年の論文や書籍では、信行ではなく、信勝として表記されることが多い。例えば、谷口勝弘の小田信長家臣人名辞典第二版は項目名に小田信勝を、岡田正人の小田信長総合辞典は、小田信勝。 信行をそれぞれ採用している。このほか池上裕子や村岡美紀夫も、信勝という表記を使用している。なお、すでに述べた通り、通称として、勘十郎を名乗り、関東名として、武蔵守を使用しているが、これ以外に、壇上中を称したとも考えられている。このように信行の名が実際に使われていたか、不確かであるが、この記事では便宜上、以後も、 信境で統一する。織田信秀の三男、または四男として生まれており、織田信長はすぐ上の兄にあたる。母も、同じ信秀の正室、形室、土田御前で、信秀の着室師は二人だけだった。少年は不詳であるが、天文五年、1536年であるとも言う。同名は伝わっていない。父、信秀は、織田団長中華の当主であり、 守護代の織田山と守る家の家臣でありながら、戦国の混乱のさなか、終わり国内に勢力を急激に拡大した人物であった。しかし、晩年はたびたび、美濃、三河に侵攻するもいずれも敗退し、その支配は動揺していた。この危機にあたって、天文18年、1549年、信秀は名古屋城主、織田信長を政務に関与させ、 ここに、末森城の信秀と名古屋城の信長が共同で、両国支配を行うという二元体制が築かれた。天文20年、1551年前半頃になると、信秀は病床に伏したが、変わって登場したのが信行であった。織田団城中華の領域支配を、信行は信長と共同で担うことになる。同年9月20日、行は、守信秀と、 サブロー・信長の戦半の胸によりながらも、熱田・神宮寺ーザスに対して自ら反物を発給し、その権益を保障した。これが、信行、勘十郎・信勝の資料上の所見である。この文書において、信行の使用した顔は、信秀の顔と類似している。信行は、病床の信秀と共に、末森城に在場をしており、信秀を後ろ盾として、 終わりの統治権をある程度まで掌握していた。また、同じ頃、信長が厚高投氏に対して権益保障を行う反物を発給しているが、その際に取次ぎを担当したのも信行であった。鳥井和幸によれば、この時期の信行反物と信長反物はいずれも信秀の優筆により書かれている。 信行と信長はいずれも信秀に従属する立場にあった。そして、信秀の存命中、信行と信長はどちらかが強い地位にあるというものではなく、その権限に大きな差異はなかったと考えられる。天文二十一年1552年3月、父、信秀が死去した。信秀の葬儀の際、兄、信長は、 仏前で真っ向を投げつけるという不行績を示したのに、対し、勘十郎信業は、折目高なる片絹、袴めしそう老うて、あるべきごとくのごさたなりと記されている通り、清掃をして、礼に正しく振る舞っており、対照的であった。この逸話はおおよそ事実であったと考えられている。村岡美紀夫は、信長後期において両者が対等に記されていることに、着目し、 信仰と信長はいずれもモッシュの立場にあったのではないかと述べる。そして、葬儀の場における信長の気候は、男女を中華の明確な後継者を定めることなく、死去した信秀に対する不満の現れであると推測している。信秀の死後に当主の居城であった末森城を継承したのは信仰であった。さらに、柴田勝家、佐久間大学、 佐久間自衛門ら男女中華の重心が付されていて、信行は男女忠家においてかなりの牽制を有していたようである。男女中華の家督は信長が単独で継承したとされるが、信秀所領の西部を信長が継承し、東部を信行が継承するという合意があったのではないかとする説もある。この段階において、信長は男女中華の当首として、 かっこたる地位を築いていたわけではなかった。信行は、叔父の森山城主、織田信光らと並び、信長にとっての大きな脅威となっていたのである。とはいえ、柴博之によれば、翌年の天文22年、1553年7月の段階では、信長、信行の両者は協力して、男女中華の運営に当たっていたと考えられる。信行方の家臣である。 柴田勝家が、信長と敵対する、小田山と守る家と戦っていたからである。しかし、天文22年、1553年10月、信行は、信長の関与なしで独自に反物を発給した。信行が、港町、厚田の豪商である加藤家の内東、加藤家に、たびたび反物を発給した一方で、信長も同じ国し、 加藤家に反物を発給していることから、商業地である厚田の権益をめぐって両者が争っていたことが伺える。天文23年、1554年4月頃、守護大、織田山と守る家は、信長と叔父の織田信光の共同作戦によって、滅ぼされた。信仰も、同年11月に暗殺されて、男女、互いへ内部の争いから脱落した。この頃、 信行、信勝は達成と解明した。解明の時期は、残された文書から、天文十二年、五百五十三年十月から、天文十三年、五百五十四年十一月二十二日の、間のいずれかの時点だと推定される。この名のうち、通るの字は守護代の小大の織田山と守る家の当主の通字で、あり、信行も、そのことを意識して解明したと思われる。これについて、 信行が滅亡した守護団への役割の代行を表明したという意味もある。同じ頃、信行は関東名として壇上中を名乗った。これにより信行は自分こそが壇上中下の当主であるという立場を取ったと考えられる。対して、信長は終わり守護の子である芝義吟を擁立した。こうして、信行と信長は対決の道を進んだ。 高次元年、1555年6月、弟、秀高がおじ、信次の家臣、島川斎蔵に、ご殺された。それを聞いた信行は、信次の居城、森山城の城下を焼き払わせた。これに対して信長は、無防備に、短期で行動していた秀高にも火があると言って、信次を処罰しようともしなかった。この対応の違いにも、信行と信長の対立が見て取れる。 信次は蓄典したため、森山城主の地位には、信行の兄弟である、織田康志望主、信次内氏秀俊氏がついた。暗望主は、信長方の人物だったと考えられる。ところが、時を置かずに、翌年の工事2年6月頃、暗望主は応死してしまった。暗望主を死に追いやったのは、森山城都氏より州、角田慎吾であった。しかし角田は全く処罰を受けておらず、 後の稲尾の戦いでは、信行の側について参戦していることから、暗暴死亡殺に信行が関与していた可能性が指摘される。前々年のおじ、信行の殺害に続き、暗暴神も死去したことで、織田団状中華内の派遣争いに生き残ったのは、信行と信長の二人となった。工事2年、1556年4月、信長の学府であり、支援者でもあった。 美濃国の戦国大名、斎藤道蔵が、自身の嫡男、吉達との戦に敗れて死去した。吉達は、もう一つの守護大や、岩倉小家などの信長の敵対勢力の支援に、動き、信長は苦境に立たされた。同じ頃、未遂に終わったものの、新業派の林美正か守らが信長を、殺害しようとした事件を、同年8月、 信行は、林秀貞、林美正か守る、柴田勝家らと共に、信長と敵対する騎士を鮮明にした。信行らは、信長の直轄領である死の君里を横領しようと、した。この動きに対し、信長は、名塚か取りを築いて、自派の佐久間大学を入れ、牽制を図った。信行方の柴田勝家らは名塚か取りへの攻撃に、撃って出て、信長がこれを迎え撃った。 8月24日、両者は稲尾で激突する。結果、柴田勝家は敗走し、林美正香守は撃ち取られて、新行法が敗北を起死した。敗れた新行は、末森城に籠城する。信長は、末森城に攻め寄せたが、この時は母、土田御前の取りなしにより、林秀貞、柴田勝家ともども、新行は射面された。 稲尾の戦いにおける敗北を境に、信行が壇上中を名乗ることはなくなった。信行は誠意を大きく後退させ、武蔵守信成と解明している。しかし、信行はその後も信長に対する敵意を持ち続けた。翌年の工事三年、1557年4月、美の国の斉藤隆正、義達は信行に書状を送っているが、 この書状は信行に対して再度の決起を促す意図の文書だった可能性があるという。また、独自の反物発給も継続していっていた。永六万年1558年3月、信行は流線事情の築城を始めた。これは、駿河の戦国大名、今川氏に対する防御のためだったとも、信長に対して備えるためだったとも考えられる。いずれにせよ、 信長にとって、信行が敵対勢力と提携する危険は無視できないものだった。同年中、信長後期によれば、信行は岩倉城の織田信康に通じるなどして、謀反を企てた。信行は再び、下木美里を横領しようとしたが、柴田勝家がこれを信長に密告した。信長後期によれば、信行は馬鹿種の続きクランドを徴用し、 勝家をないがしろにしていたのである。信長は化病を装い、信境は11月2日に清洲城へ見舞いに行ったが、帰ってそれで誘殺されてしまった。信境という脅威を除いた信長の勢力は飛躍的に拡大し、信境殺害からわずか数ヶ月後、信長は守護団への岩倉小岳打倒に成功した。すでに守護家の芝義銀も追放されていたため、 終わりの守護、守護大体制は完全に解体され、信長が同国の大半を支配することとなった。信行のこの坊丸、後の津田信須は除名され、長寺寺からは信長の有力武将として活躍したが、本能寺の変に際して、謀反を疑われ、信長の三男、信孝に討たれた。信行がどのような人物であったかを伝える資料は乏しい。 信行は、美濃国の白山社に仏像交配を寄進しており、その名の写しが残っている。このことから、父、信秀が深く敬していた白山信仰を、信行もまた受け継いでいたとされる。荒井菊夫は、信行の人物像を示す逸話として、正秀寺の僧侶、沢彦宗恩が、天文二十四年に残した言葉を紹介している。沢彦宗恩のことによれば、 新行はモズを飼いならしており、モズを用いた珍しい高狩りを好んだ。獲物を逃してしまうことは決してなく非常に高い腕前を誇っていたという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。